こんにちは。開運案内人池田芳子です。今日はですね、平たく言えば、あなたが毎月ですよ、自由に、よろしいですか？あなたが自由に使えるお金、自由に使えるお金が好きなだけ、あなたが好きなだけ自由に使えるように増やしていく。増やしていく。そういう話なんです。もっと平たく言いますと、あなたのね、毎月のお小遣いですよ。いくらでしょう？ 5 万、10万、20万欲しいですか？毎月ね、100万ぐらいあれば、人生楽しめるよね。今ね、なんだそれって耳を疑った方、落ち着いてよく聞いてくださいね。大事な説明させてもらいますんで、お金にはよく2つあるんだ言われてるんです。それが何かと言いますとですね、自由に使えるお金、自由に使えるお金と自由に使えないお金、よろしいですか？自由に使えるお金と自由に使えないお金、この2つがあるわけです。もうちょっと分かりやすく言いますと、自分が持っているのに自由には使えないお金ですね。でもう一つが、自分が持っているから自由に使えるお金、この2種類ですよ。まず自分が持っているのに自由に使えないお金と言われて、思い浮かぶのはまずね、毎月の生活費ありますよね。生活費、光熱費とか家賃とか家のローンとかスマホ代とか、毎月決まった額、あれね、どんどん出ていっちゃいますよね。行かないでっつってもね、出ていっちゃうんだよね。やだね。でね、引き止めるとね、なぜか向こうの方からお迎えが来ますからね。お迎えが来るんだよね、これね。来るなって嫌だよってね、言ったってね、出ていっちゃうんだよね。でね、ここからが大事な話なんですが、意外と知られていないんですが、お小遣い増やすとね、金運が良くなったりするんですよ。知ってました？知ってました？金運と小遣いには不思議な関係があるんですね。さっき言いましたけど、お金には2種類ある。自分が持っていても自由に使えないお金、もう一方ね、よろしいですか？自分が持っているから自由に使える。そのお金、いわゆるお小遣いのことですよね。例えば、欲しいものがあるとき、買いたいものがあるとき、あなたはね、月にどれぐらい使ってらっしゃいます？金額ですね。月にいくら、だいたいこれくらい、何千円とか何万円とか2万とか3万とかね、月5万円くらいとか、そうやって決めて使ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうしね。100万円ぐらい使ってるかな、好きに使ってるとかね、贅沢だとは思うけど、必要な分はいくらでも使ってる、そういうね、贅沢な方もいるんです、いらっしゃるんです。でね、やはりね、今日もコメント欄で一番多いのは金運なんですね。お金のことで悩みたくない、金運を上げたい、金運が良くなりたい。私ね、毎日コメント欄もそうですし、いただきますメールなんかもね、たくさん拝見してますから分かるんです。ジャンボ宝くじ1等当選、高額当選7億円、10億円とか、ロト6、ロト7ですね。で、メガビッグとか、あれ当たるとね、最高12億円とかですからね。いや、本当これね、ありがたいことに、本当に当選されてる方が何人もいらっしゃってね、書き込んでくれてますからね。でね、こういうのは縁ですからね。私もあやかって同じように当てたいという方は、同じように書き込んでもらってね、当てた方と同じようにですよ、いい思いをしていただきたいんですが、
そうやって願いをかけられる方もですね、実際に当選される方とかもですね、拝見してますと、家族のためにですとか、お世話になった方への恩返しですとかね、これで社会貢献したいんだ、これからするんだっていう方多いですよね。ね、私ね、そういう方にこそね、もう少しお金の面では楽をしてもらいたい、そうなっていただきたいんです。なぜかと言いますと、誰でもね、楽をしたいって気持ちはまあありますけども、現実にはですよ、本当ね、これ厳しい世の中、難しい世の中になってきてますからね、必要なお金というのがどんどん増えていく、必要なお金っていうのはね、出ていくお金のことですからね、さっきも言いましたけど、自分が持っていても自由に使えないお金のことですよね。これからますます税金なんか高くなっていくわけですし、医療費なんかもそうですよね。逆にね、年金なんかは当てにならなくなってきてるし、国の方もなるべく払う年金をね、減らすとかね、払わない方向で動かしてますよね、あれ。別にこっちがサボってるとかね、悪いことしてるとかじゃないのに、手元のお金がだんだん減っていくわけですよ。そういう方多いわけです。でね、問題はお金というのは本来は人の役に立つもの、人を豊かにするもの、幸せにしてくれるものであるはずなのに、私たちの世代はね、景気の良かった頃を覚えてるから知ってるんですけど、お金というのは今言ったみたいに本来は人の役に立つもの、人を豊かにするもの、幸せにしてくれるはずであるのに、今の時代っていうのはね、お金というのは豊かさの象徴である反面、その反面ですよ、ね、お金というと苦しいとかやりくりが大変とかね、例えば国がやることにはこの税金の無駄遣いが多いとか、お金に対してどこかね、マイナスのイメージがね、ひっついてくるようになったと言いますか、普段意識しなくてもと言いますかね、実はこれ意識してない、無意識でそうなってしまってるのがものすごくやばいんですけど、多分これね、ここ何十年かのこの日本人の意識するにしろ意識してないにしろね、心の奥にこのものすごくやばい状態をね、作り出してしまってる人結構ね、これ多いわけですよ。でね、私たちはこのものすごくやばい状態を自分の心から引き剥がす、意識するにしろ意識してないにしろ、そのお金に対するマイナスイメージっていうのを引っぺがすようなことをしなくちゃいけないんです。ね。それがなぜかって言いますと、なぜ引っぺがさないといけないかって言いますとね、それができた人に、そのマイナスのイメージが取れた人に、その逆のことが起きるからなんです。マイナスとは逆のこと、お金を引き寄せるプラスのことね。本当、思わぬ臨時収入がありました、それも何度も臨時収入がありました、宝くじがどんどん当たるようになってきました、本当に高額当選しちゃいました、そういう流れっていうのはね、これね、運気の流れね、そうやってお金というのはその人のところに運ばれてくる、お金を運ぶ、まさに金運というね、文字通りお金が運ばれてくる金運だよね。金運の預金通帳という話ね、金運の預金通帳、この話私何度かしてますよね。目に見えない世界とこちらとでお金の流れ、金運の流れをやり取りしている金運の預金通帳みたいなものがあるんです。
そこにプラスの金額が書き込まれるのは、こういうのね。ね。で、こういうのとかも。何度も言ってますけど、自分にとってプラスになる感情というのが新たなお金を生み出す、お金を引き寄せてくれるんだっていうね、これで。コメント欄に宝くじ当たりましたって書いてくれてるわけですよ。それもね、当たる前にね、宝くじ買う前にですよ。ジャンボ宝くじ1等前後賞10億円当たりましたね。嘘じゃんと思うかもしれないけどさ、違うんですよ。嘘じゃないんですって。高額当選ありがとうございます、ジャンボ宝くじ1等前後賞10億円当たりましたって書くとね、これワクワクするんですよ。プラスの心持ちになるんです。そういうワクワク楽しいというプラスの心持ちがね、新しいお金を本当に生み出してくれる。書いたその人に本当にお金をね、引き寄せてくれるんです。本当ですよ。もうたくさんの人がやってて、本当に高額当選とか当てててね、本当に臨時収入が入った。それも何度もあるとかで、ね、嬉しい報告がね、たくさんあるわけですよ。でね、大事な話。なんで今日の話はお小遣い。自由に使えるお金。あなたがお金を好きなだけ自由に使えるように増やしていく、こういう話にしたかと言いますとですね、お金のことで苦労があると自分が持っているのに自由には使えないお金の方にどうしてもね、意識がいっちゃって、いわゆるね、これね、心理的なブロックなんですよ。お金に対する潜在意識でのマイナスイメージ、そういうのがね、気づかないうちにね、くっついちゃってるからなんだよね。ですから私がワクワクする宝くじの話、高額当選の話をするのもそうですし、臨時収入とかね、お金がどんどんあなたのところに引き寄せられるというこの話、こういう話を繰り返し繰り返し繰り返すのはプラスの気持ち。これね、マイナスの心持ちを振り払って、プラスの心持ちにどん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 引き寄せてもらって、そして本当に金運を引き寄せてもらおう。ね。本物の金運、あなたに受け取ってもらう。実際それでね、どんどん受け取ってくれる人増えてるわけだからね。で、今回の話は、マイナスのイメージがくっつきがちな自由に使えないお金の方の話じゃなくてね、お小遣い、自由に使える、好きなだけ使えたらいくら欲しいね、想像してほしいんです。まあ中には別にお小遣いが欲しいわけじゃないというね、欲のない方、これね、結構いらっしゃるんだけど、そうじゃない、そうじゃないんです。このね、ワクワクする気持ち、プラスの気持ちっていうのがね、いろいろな良いものをあなたに引き寄せてくれるんです。本当です。今までも話したけど、本当にたくさんの人がやってて、これでね、成功してるんですね。ではお聞きしますよ。お小遣い、私毎月ね、100万円って言いましたけど、まあ毎月お小遣い100万円あったらね、贅沢に楽しめますよね、これね。で、あなたは毎月いくら欲しいですか？まあ、子供や孫に何か買ってやりたいっていうのでもいいですし、車が欲しい、時計が欲しいとかね、化粧品が欲しい、何でもいいんです。今ちょうどこれが欲しかった、まあ、それがいくらだとか、そういうのでもいいです。もちろん宝くじ100万円分買いたいっていうのでもいいです。ね、まあ、ごめん、また昔話するけどさ、バブルの頃ってさ、バカなお金の使い方ってあったじゃない。ラーメンの上に金粉乗せて1万円のラーメンとかさ、二十歳やそこらでね、フリーターがね、ブランド物の何十万円するバッグとかね、
まあ私なんかもそうですよ、似合いもしないブカブカのブランド物の高級スーツとかね着たりしてたんだけど、ああいう欲しいものにワクワクすると金運はね本当に引き寄せられるんです。本当です。まあ今の時代はさ、ちょっとそれとね逆のことが起きてるよね。ね、そう思いません？ですからね、しばし自由にならないお金のことは少し忘れてもらって、あなただったら毎月いくら欲しいか、お小遣いですよ、こんなものに使いたい、世の中のために使いたい、人のために使いたいっていうのがね本心だったらそれでいいですよね。それもいいです。ぜひね、ワクワクするお金の使い方とワクワクする金額をね、どうですか、思い浮かべてみてください。思い浮かべてみてください。よかったらねコメント欄にね書いてみてくださいね。すると本当に本物の金運、お金、ワクワクするプラスのマインド、心持ち、プラスの心持ちのあなたにお金は引き寄せられてくるんです。それではご視聴いただきありがとうございました。次の動画でも今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。開運案内人、池田芳香でした。